皆さんこんばんは、経営コンサルタントの中野です。今日も中野裕二の草恋新聞社会人サークルを始めていきたいと思います。草恋新聞購読視聴規約、ここでねこの動画を一旦止めていただきまして、ここに記載されている第1条から第7条の文言を大きな画面にして一語一句読み飛ばすことなくお読みください。どこか1箇所でも承諾できないという方は、あなたはこの動画の続きを見ることはできません。全てに承諾できた方のみこの動画の続きを見ることができます。それでは行ってみましょう。LINE 登録してくださいね。そしてこの動画の感想をお寄せください。ステッカーを販売しております。 LINE でお問い合わせください。令和2年10月4日日曜日、草恋新聞 FX 中野研究会。昨日はね満月ということでね、昨日か金曜日かお餅を食べたりね、大福を食べたりねしました。昨日はね、東京スカイツリー行ってね、すごく楽しい思い出ができましたね。で、美味しいご飯も食べてね、よかったです。今日は、家にいながらね、お昼ご飯食べたり、あと夜はね、くら寿司に行ってきました、家族でね。で、くら寿司はね、本当に便利。最先端。IT の最先端ですね。スマホでね、席の予約ができるんですよ。で、何時に行きたい、3人とかね、2人とか行きたいと。したら来てくださいと。8時から80分ぐらいで来てくださいと。そしてもう席は用意してあると。で、あれですよ。もう、入り口にね、機械があってね、予約番号を入れると、じゃあ何番席行ってくださいって言ってね、そのまま、誰にも断りなく、席に行ってね、そのまま、注文できます。で、そのまま食べることできるんですね。そして、なんと、注文もですね、注文って回転寿司ですけど、回転してるお寿司はね、もう干からびてるから食べないんですよ、誰もね。だから注文して食べるんですけど、回転寿司、くら寿司でもね。で、その注文もなんとスマホでできるんですよ。そうすると自分の座ったね、テーブルとリンクされてですね、で、自分のスマホで選んで、お寿司を注文してね、すぐ出てきますからね。くら寿司は素晴らしいね。で、くら寿司のシステムを、もうデニーズとかね、ガストとか、サイゼリアとか、ロイヤルホストとかも全部入れてもらいたいね。そうしないと、もう行ってもしょうがないじゃん。だって並んでてね。行ったら混んでて並ぶと。そしたら、3密でね、コロナかかっちゃうからさ。だから、くら寿司の、予約システム、吉野家の牛丼も何もかも含めてね、全部吉野家の、くら寿司の、システムを入れるべきですよ。で、もちろん、お持ち帰りにも対応してるからね、最高の中の最高ですね。もうすべてね、日本の飲食店のシステムは全部くら寿司になると思います。で、くら寿司の飲食システムを、予約システム入れないと、もう行かないよ、誰も。うん。だって行ってみたら混んでてさ、並んでてね、席があるとかね、とかね、どこだ、もう見てもしょうがないからさ、もうバカバカしいから、くら寿司はすごい。とにかく、カッパとかさ、いろんな回転寿司あるけど、くら寿司の予約システムを導入しない会社、飲食店は次々と潰れると思います。そのぐらい素晴らしいですから、皆さんもね、くら寿司のアプリをスマホにダウンロードして、で、ぜひね、くら寿司席を予約してから行ってください。どんなに素晴らしいかがわかりますからね。はい。でね、くら寿司ね、平日行くとね、たぬきうどんだったかな、うどんがね、270円が170円なんですよ。むっちゃくちゃ安いから、しかもむちゃくちゃうまいだし、濃くてね。いや、とにかく、あと、くら寿司のランチもね、500円ですっごい安いですよ。どうするね、海鮮丼とか500円とかでね、味噌汁ついちゃって安いよね。あれね、美味しいのにね。もう、くら寿司一番ですね。本日のお題なんですけど、今日は日曜日なんでね、早く出たい人がいるから、わざわざ YouTube ライブやるなんていうのは、本当に、空気を読んでないことになりますからね。わざわざね、あ、中野先生がライブをやるんだったら明日月曜日だけど起きてるかってなっちゃうからね。僕のファンは日本全国以外にも全世界にたくさんいますから、あ、中野先生がね、ライブやるんだったら、起きてないとってなると、本当に、僕もね、恐縮しますから、今日はね、動画1本撮って終わりにさせていただきますから、月曜日、火曜日ね、明日朝起きた時に、以降にですね、見てくれれば構いませんよ。で、今日のお題はですね、ホワイトハウスでコロナが、集団感染が始まっているということですね。トランプ大統領夫妻が感染しただけじゃなくて、ホワイトハウスの中全部集団感染しちゃったと。そりゃそうだよね。マスクしてないしね。コロナはただの風邪だって言ってたからね。で、ドル円、ビットコインは大暴落してます。じゃあ、明日のね、月曜日の朝からどうなるのかっていうのを、予想してるニュースがあるんですよね。で、それを、ずっと見てたんですけど、まずは、これですね。ブルームバーグですね。円に強気ヘッジファンドも追従かということでね。トランプ大統領の新型コロナウイルス感染は円に強気な資産運用会社にヘッジファンドが追従するきっかけとなる可能性があると。ヘッジファンドが、ドル売りを加速するということですね。円買いですね。レバレッジファンドは先週時点で円に対し小幅に弱気なポジションだった。だが、トランプ氏の感染が安全資産への資金逃避を促す中で円買いに回る公算が大きく、そうなれば円に対する強気ポジションが過去最大に上っているアセットマネージャーと歩調を合わせる格好になる。トランプ氏が感染を発表した10月2日ですよ。円は全ての主要通貨に対して上昇したということで、皆さんご存知の通り、これドル円のですね、15分足ですが、トランプ大統領の、コロナ感染が、発表されてからね、ものすごい勢いで下がりましたね、これ。ブオーンつって、下がりましたね。で、これは、3週間前だっけ、1ヶ月ぐらい前かな、安倍首相が辞めますって言った時と同じような、傾斜角度ですね。72.6 ピプス下がりましたね。安倍さんはね、結局ね、ずーっと下がり続けて、100ピプスぐらい下がったんですけどね、トランプさん辞めるわけじゃないからね、コロナにかかっただけだから、ただ 72.6 は、かなりのインパクトですね。100万通貨入れてれば72万6千儲かったわけですからね、このわずか1時間ぐらいですよ。だから僕もずっと見てましたけど、あれよあれようちに下がってね、ここら辺ぐらいでニュースが発表されたんですよね。スマホにバンバン、メールが入ってきてですね、情報がパケットが入ってきてですね、トランプ大統領感染つって、で、この辺で、そっか、じゃあ S 入れようつってね、下がってくからね、したらみんな大儲けですよ、これ。これだけでも、途中から入れてもね、100万通貨で60万は儲かってましたね。1000万通貨入れたら600万儲かってましたね。だから、チャンスっていうのは、金曜日に訪れますね。金曜日の昼12時か1時とか、1時か1時半か2時ぐらいに訪れますね。最近はね、チャンスがね、金曜日ですね。はい。それで、トレーダーらは他に、これ FX トレーダーね、他に誰が感染している可能性があるのか、米大統領への影響はなどの分析を急いでいる。トランプ政権が中国に対する態度を一層硬化する可能性があると見ている。これら全ては円の需要を押し上げる方向に動きそうだと。トランプ大統領は職務追行を継続すると示唆したが、多くの疑問が残っていると指摘と。円相場は5月に1ドル106円、7月に105円をそれぞれ突破。9月21日の100円ちょうどに迫るかなど。過去5ヶ月に主要な低高水準を次々と、底抜けてきたんだよね。オプション価格の設定は年末までに103円台に入る確率がほぼ 80% になると示唆していると。ということなんでね、まあ、年末までに102円、101円になる可能性は十分ありますね。ドル売りじゃなくてドルもほぼ全面高の中の円高、円全面高になっていると指摘と、今後数日から1週間程度の間にも一度104円を試す可能性がテクニカル的に出てきているとの見方を示していると、みずほ証券がね。ということなので、まあ、104円っていうと、前回底値がこれですよね。だからこれ日足ですけど、週足にしてみようか。まあここだよね、だからね。ごめん。じゃあ、まあここってさ、重要なとこなんだ。104円とか103円とかぴったりのとこね。だから、まあここありましたでしょ。で、ここ実戦でここだよね。これはコロナショックの時ね、これ101円までいったからね。101円までいったから。実践。ほんで、ここも104円ですね。で、104円ですよね。で、今回どうなるかですね。とにかく100円ですね、これね。で、ここは、2019年のオーガスト、8月とかですよね、ここね。あ、こう覚えてますよね。こら辺でよく負けたんだな、これ、レンジでね。よく覚えて、去年の8月ですね。で、今年の3月でしょ、これ。コロナショックでしょ。3月頭。で、これが、July ですね。そうですね。そして、ここが9月ですね。はい、ちょっと前ですね、これね。だから、まあ、104円が結構大きな抵抗体になってるわけですが、もうちょっと過去、そうだな。この突き足しちゃってよくわかんないんだけども、104円台大きいよね、やっぱりね。ここもそうなんじゃないですか、104円。ぐらいかなと。そうだね、ここの線だもんね。104円って結構抵抗体なんですよね。まあこれ、104円をなかなか割らないんだけれども、まあ今回、トランプ大統領の選挙なんでね、まあもちろん割りますよね。こうやって100円まで行ってからの、まあ、99円顔出してからの爆上げですね。まあこのようにね、僕は見てますよ。まあみずほ証券なんかもね、そういうふうに見てるって書いてありますし、その他ブルームバーグの記事だと、まあ世界のヘッジファンドはそう見てるということだし、まあさらにですね、ホワイトハウスが、もうダメになっちゃってるんでね。集団感染になってますから、まあ、多分2週間ぐらいはアメリカの政治がストップすると思いますね。まあ、アメリカ全体でもものすごい感染者増えちゃって、死者数も増えてますから、まあ、ちょっとまずいかもしれないっていうのと、フランスがね、またロックダウンするそうですね。フランス、パリがね。またロックダウンっつったら、また飲食店潰れちゃいますね。もうやる気ないよね。フランスのパリとかロンドンはまたロックダウンするみたいですね。もちろん、ニューヨークなんかもロックダウンするんじゃないですかね。そしたら、まあ、やばいかもしれないね。失業率とかね。アメリカ経済ね、まあ、もちろん日本経済もむちゃくちゃ悪いんだけど、日本経済はもう今始まったことじゃないからね、悪いのね。もうバブルの時からずっと悪いから、この30年悪いので、まあ、いっかって感じではありますよね。ただ、リーマンショックも長引いたもんね、すごくね。結局、2008年、2009年ぐらいからものすごい不景気になって、2009年、2010年に2年間でしょ。2011年の東日本大震災で、3年目に突入でしょ。で、民主党政権だからさらに景気悪いですよね。4年ぐらいかかりましたよね。景気が良くなるって言ったって、まあ株価が高くなっただけですけどね。あとドル円が高くなっただけですけど、まあそれでも株を持ってたり、FX やってる人は大儲けしたわけですよね。まあだから、そういう意味では、日本の金融資産、まあ、日本のね、お年寄りが持ってる金融資産はむちゃくちゃ多くなったわけですよ。まあ、だそれで良しとすべきですよね。で、またね、好景気に入るので、まあ非常にね、景気が悪くなるかなっていうふうに危惧してます。ただね、株もね、持ってるだけだとね、資産が目減りするますけれども、FX だけはね、空売りすれば大儲けできますからね。はい、景気悪くなれってね、心の中でこっそり思えば思うほど億万長者になってきますから、まあぜひね、皆さん株だけじゃなくて、あと仮想通貨もね、持ってるだけだと資産目減りしますよ。下がってくるんでね。だからぜひ FX やった方がいいですよ。FX は買いも売りも両方できますからね、平等にね。だから下がってくるんだったら売りを入れれば億万長者ですからね。はい、もっと景気悪くなれと。で、街中では失業者が溢れてる中で自分は億万長者になるってことで、まあ本当に人としてね、最低な人間ですけれども、まあだからこそ僕はこうやってね、無料で皆様にお知らせしてるわけですよ。ね、今回景気が悪くなる前からね、コロナ不景気になる前から、人手不足って去年言ってましたよね。その時から、どうせ日本は景気が悪くなるから、その時になってから FX を教えてくれなんて甘いよと。その時にね、から FX やったらみんなお金持っていかれちゃうよと。景気がいい時だからこそ FX の勉強を始めないといけないよって言いましたよね。それが今来てるってことですね。まああとは、ビットコインの方で、仮想通貨ビットコインの方ですけどね。ここですね。トランプ大統領コロナ陽性でビットコイン価格下落って書いてありますけどね。まあビットコインの価格もまあ下がって、まあこれはコロナの要因だけで下がったわけじゃないですけどね。ただ危険ですね、もうね。まあ、前からね、僕はビットコインの価格については、注意宣言を出してますが、これはもう下がりますね。はい、まあ、ここですね。ここ3月ですよね、これね。コロナショックですね、これね。コロナショック第2波切ってるから、47万、46万円ぐらいまで一旦下がりますね、これまたね。ダブルボトムにつけないと上がんないからね。ビットコインは一旦46万円まで下がるので、本当気をつけてください。はい、あとはネム下がりますね。ダメですね。はい、モナコインは見ればわかる通り、もうずっと下がってますから、モナコインは持ってる人はまあ売っちゃった方がいいですね、これね。はい、ビットコインキャッシュも一緒ですね。ダメですね。イーサリアムはダメですね。イーサリアムを持ってる人がいたら売っちゃった方がいいですね。値段がつく間に売った方がいいですよ。こんな値段つかなくなっちゃうからね。またね、5円とか10円とかなっちゃうから。危険かもしれないですね。まあ、何が起こるかわかんないからね。世界は混沌としだしきれましたからね。あとはまあ、まあ、リンクなんかっていうのも、チェーンリンクなんかっていうのも、まあ、分散型暗号通貨ですけど、まあ、暴落が著しいね、半額以下になっちゃってるしね。見にくいですね、これね。新しく変わったコインマーケットギャップがね。すごい見にくいですね。ボリュームですよね。イーサリアムの取引が減ってますね、随分ね。はい、カルダナエーダは9円88銭ですね。まあ、様子見るしかないですね、これはね。で、これ、まあ、見てても、まあ、あんまり変わりないですね。はい。ということでね、今日の動画はね、この辺で終わりにしようと思いますが、明日からどうなんのって話になると思うんですけれども、これじゃないね、15分足ですね。一旦ね、トランプ大統領がコロナにかかったって下がって、その後、まあ、金曜日雇用統計があるよっていうことで期待上げして、で、雇用統計の内容が良かったんでね、こう上がってきましたと。で、まあ、月曜日は ISM のまた発表ありますからね。あと、いろいろな発言がありますから、まあ、どうなるかわかんないですけど、まあ、こうでしょうね。ヘッジファンドが追従するって言ってますから、こうですね、思いっきりね。まあ、当面104円の壁ですね。壁はこれ2年ぐらいぶち破れてないので、104円いったらピョンと戻っちゃってたんで、ただ今回まあコロナショックと、あとトランプ大統領選挙があるんでね、100円までは下がると思います。だから、もしね、年内にね、とか年末までに、まあ500万から5000万の間の金が必要だとかね、まあ借金返済しないといけないから、5億から10億の金が必要だというのであるならば、今すごいチャンスですからね、今ここで、今持ってる金とかね、を全部 XM 口座に入れて、結構高いレバレッジでね、ショート入れた方がいいと思いますよ。そうすると、まあ、証拠金によってですけれども、まあ、5000万、1億、5億、10億、まあ、証拠金によってですけどね、10億とかね、チャンスだから、これ年間でもそんないからね、僕も何度も言ってないですからね、年間でも5回ぐらいしかないですからね、まあ、100億欲しいんだったら100億になるための証拠金を入れればいいだけですから、まあ、借りてきて入れてもいいと思いますよ。どうせ返せるんだからね。億万長者になれるからね。なので、今回はもう大チャンスですね。で、世界のヘッジファンドもドル円ショートっていう、もうブルームバーグが言ってるからね。まあ多分、まあそうでしょう。なので、金が欲しいんだったら、こういうチャンスは見逃さない方がいいと思います。はい。またね、後悔先に立たずで、あの時にショート入れときゃよかったと、しかもね、金借りて入れときゃよかったって。みんな言うんですよ。言うのは簡単なの。でもね、実際にね、お金を残していくっていうのは、天と地のさ、まあ、バカとね、天才のさ、バカとアホは一緒ですけどね、バカと天才は運命の差ですからね、月とすっぽんですから、もしね、お金を残したいのなら、少しは頭良くなった方がいいかなと思います。それではね、今回、月曜日大チャンスなので、XM 講座ね、講座解説してない人は、僕のね、YouTube の動画解説欄を見て、XM 講座解説していただいてですね、すぐに FX を始めていただけたらと思います。それでは、今日はこれで終わりにさせていただきます。千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。失礼いたします。